もできなかったですね。 LINE が80件溜まってる。私何件溜まってるやろ。321件溜まってます。やばいよな。見る？ LINE が、321件、 G メールが11335件溜まってます。でも重要なやつはこれ全部見てるんですよ、ちゃんと。初老です。神枝トシ君いらっしゃい。木村さんこんばんは。村木さんこんばんは。あとは歯磨いて髪の毛乾かして寝るだけ。すごい早い。今日まだお風呂も入ってないし。達弘君ウィッチ。心が折れたので YouTube で石塚あかり抹茶のクッキーをと検索したところです。心治った。わ、タカさんも有給取って昼過ぎにそう見てくる。いいな。トシ君、ねえねえねえ、なになになに、ユウさんハートナイス、ありがとうございます。去年の夏って電力不足とか言ってたって。言ってた、言ってたっけ。急にさ、7月7日名古屋おるって聞かれて、うんうん、ハメダビーツの広島公園懐かしい。広島公園懐かしい。ユウさんハートいっぱいナイス、ありがとうございます。ゆうさんこんばんは。どうしたのって聞いた。うん、ミズマーベル見て、最初から MCU 見て、そう見て、デアデブも同時で忙しすぎます。やばい、それはやばい。あ、全部ゼロ件。タカさん気持ち悪くない、そんなに溜まってて。もうね、ここまで来るともう全部見れんのよ。Gmail とかこれ全部未読にしたいねんけど、え、じゃあ既読にしたいねんけど、もうもはや無理なのよね。そう、 LINE もこれもうもはや無理なの。全部消しても1日で戻るのよ。そしたら七夕だから浴衣着ようかなって。え、誰に言われたん。女の子。今日も仕事4時間遅刻して4時間しか働いてない。大丈夫なんですかそれ。達弘さん、ひろたかさんこんばんは。やんちゃくらさんこえみち、やほい、フリフリ。アプリ消すレベルやって。ホルモンチョコ、ホルモンチョコはなんかやばい。ホルモンチョコ語呂も悪いし。ペペさんこんばんは。今日バキ散らかして疲れた。なんで湧いたん。 Gmail の既読は簡単にできる。え、そうなんですか。翔平くんこんばんは。ゆいさんお疲れありがとうございます。トシくんは女の子ネタしかないので。強いな、ほんまに。何その中で早返事しろよと思ってる人はいないのかなって。え、おらんと思う、多分。うん、返せるときにそれは返してる、一応。ほぼメルマガ。パソコンなら全部既読にできなかったっけ。マジですか。なんかさ、 Gmail は本当、逆に言うといらんやつ消していきたいねんけど、あのアカウントの空き容量がなくなりましたって。で、保存料をあの取得しようとしたとしても、めっちゃお金払わなあかんから、うんって感じ。そろそろやばいですね、やばいですね。七夕だから浴衣着ようかな。かわいい、かわいい。だから一緒に来てって。えみちのお気に入りのお酒は何ですか。えみちのお気に入りのお酒はビールにレモンジュースを入れるやつです。スペインでよく飲むんですけど、なんかシャンディガフよりもっとなんか飲みやすくなるんですけど、めっちゃ美味しいんです、それが。本当に7位にランクアップ、やった。1万件超えの未読メール、みんなで今から見て仕分けしようって。見る？仕分け？仕分けってほどもないんです、ほんまに。メール漫画ばっかり。うん、なんか自分の大事なやつはしっかり来るから。で、メールアドレスも何個かあるから、どこにどれが溜まってるんか分からん。やばいよね。パソコン使ったら一気にできるよ。消すのも？ゆうさんナイス。お花ナイス、ありがとうございます。プラメリの単独の無線ライブ、何それ。無線ライブ。あ、 100m ランナーさんこんばんは。2桁溜まったことないって。もう1日置いといたら2桁溜まるんよね。溜まりません。ホッピーみたいだなって。ホッピーって何ですか、ホッピー。そんなキュンキュンラインが来た。としくまでマフだって。
なんて返した、行くの名古屋に。あ、寝ちゃうんか。もかちゃんのイギリス旅行の話楽しみです。聞きたい。 Gmail は1日100件程度しか来ない。100件も来るのすごい。みっちゃんさん、ファンレベルアップ。消すのも簡単にできるの？え、やばい。もともと見るアドレス違うフォルダに分けない。え、分けてない、分けれんの？地蔵入る？地蔵？ひろたかさん、お花ナイス。え、分けたい、分けたい。どうやって分ける？ここで分けれるかな。これどうやって分けるの？ラベル？ひょっとしてラベルではなく、ラベルではない。あ、 G メール。ナラシカさん、こんばんは。そんなにいろいろ来るようなもの登録してないって。めっちゃ来るんです。競馬やってます。予想をしてます。予想を。メールアプリでフォルダ分けできないとかないでしょ。え、1個もしてへん。すべての受信トレイで全部見てる。え、ラベルじゃなくて、これ新規作成？ラベルの話かな。ラベル？ツイッター、YouTube、インスタの通知、それはオフです。通知オフにしてる。え、アンリードって検索してみって。検索？ここ？検索しました。あ、いっぱい出てきた。いっぱい出てきた。未読がいっぱい出て、ほんまや。未読いっぱい出てきた。これはどうする？一個一個選択して消していく？え、めんどくし。ズボン食べ終わりました。お、しゃ、あ、ラベルではないの？どうやって？未読をこうやって一個ずつやっていって、バースデークーポンだけ消さないようにして、こうやって消していって、こうして一個一個選んでいって、消していって、消去。ちょっとずつ消す。ユキー毎度。ちょっと綺麗にしたい。なんかいらんやつをさ、楽天市場からめっちゃメール来る。でもこれはしゃあないんかな。めっちゃ来る。うん、めっちゃ来る。ラベルじゃなくてどうやって分けんの？トレイ、受信トレイを分けるの？あの星つけてる、いるやつは重要とか。楽天メールマガ止められるよって。フォルダ作れん？え、分からん。どうやって作るん？普通に分からへん。下干ししちゃったけど再度やって、どうやったら参集できそう？おー、ありがとうございます。さすが白早草さん、こんばん。えみちがお。楽天とりあえずじゃあメールマガ停止しよう。楽天、今日これでみんないろいろ教えてください。 Gmail を整理するわ。ほんならとりあえず楽天、まず楽天に行って、で自分のページに行ったらいいんやろ、きっと。多分楽天ショップからのメール一覧、認証手続きを行う、確認メールを送る、またメール届いてんけど、確認メールが届いてんけど、でこれスマホなんかな、 iPad ってスマホなんかな。楽天ユーザーやけどメールいらんからほとんど止めてる。止めたい、普通に止めたい。ちょっと止めるわ。 Gmail はフィルタルール。フィルタルールって何ですか？アプリ？昨日誕生日お会いできなくても、誕生日はね7月と13日で、今日もお誕生日の配信、お誕生日イベントしているので、もしよかったら書いときますね。お誕生日イベント中ですって書いとこう、
メール整理配信。カズさんこんばんは。ショップからすべて来ないように。え、それする。そう、週末リナッツとトゲザーするんですよ。チャラポラさん来てください。来ない？たまたメール整理配信既読。儀式感ある？あ、お誕生日じゃないの佐々木さん。13日、ごめん、13日なの私。ひかるくんこんばんは。一番最初に お祝いされちゃった。ショップからのメール一覧で、あ、これ？え、どうやってやるの？どうやって停止するの？え、違うねんけど。え？わからん。どうやって停止するんですか？無理？ひょっとして。そうです、玉ねぎさん来ます。昔もやってた。ひかるくんこんばんは。そうなの。パップルさんこんばんは。え、じゃあ13日来てください佐々木さん。え、どうやってさ、メルマガをさ消すか皆さんご存知ですか？楽天の会員情報違うかな。Google フィルタールールで検索してもらえると公式のヘルプページ。あ、そういうこと？メール一個ずつやっていかなあかんのか。なるほど。一個ずつやっていかなあかんのか、メール。めんどくしい。これをじゃあやって、ショップ配信利用停止。一個ずつやらんのか。玉ねぎさん、オープンナイス。ありがとうございます。あ、利用停止する完了。え、一個ずつやっていかなあかんやん。めっちゃめんどくさいやん。配信利用停止はこちらみたいな。で、まとめてなんかできるとこない？それとお疲れ。誕生日もう過ぎました。だってね、ミカさんもうすぐです。もうちょっと。もうユウさんナイス、ダルマさん、タマネギさん、ダルマさんナイス、ありがとうございます。何を一個ずつやるの？利用停止？楽天メール停止って計算。楽天メール、あ、待って、楽天メルマガっていうのが出てきてる。ひょっとしてこれではではない？あ、ちゃうか。検索。楽天メール停止。フィルターでのフォルダ分けは一発やで。フォルダ分けがマジで分かんない。一個もフォルダがまず出てこない。あ、配信停止手続き出てきた。これをこうログインして、こんばんちゃん、あいちゃん。パソコンやったらいける。マイペースからできるよ。だって、え、開けてる。あ、待って、いけた。すべて停止中にする。停止を確定する。あ、いけた。楽天ショップのメルマガをさらに停止する。配信停止をこちら。こっち。楽天。え？何してんのこれ。ん？できた？利用停止する。あ、できた。停止できたかも。できたかも。私はファンシーのミュージシャンが一緒に一番に祝ってもらいました。そうなん、ひろたかさん。できた。できたよ。みんな教えてくれてありがとう。あ、アバター変えるの忘れて。アイちゃんこれでいいよ。ドリームビーツあったらアーモンドクロワッサンで何気に面白そう。
ドリームビーズってあれですよね、久しぶりに集まってみたいなやつができたらってことですよね。正直のところマジでやりたい。フォルダ、そう、作るとこがない、まずフォルダ。ゆうさんハートありがとう。配信停止できた、ありがとう。あー、背番号さファンレベアップ、配信停止配信、ややこしい利用停止配信。配信停止するのか、配信を停止しやへん、ごめん。できました、一応、一応楽天のメルマガは停止しました。さっきビーツコイン行きたいなだって、やりたいですね、なんかね、また会いたいですね、みんなに。うん、 AKB は10周年で集まるもんね。ごきげんよう、おじおじ、ごきげんよう。あ、ねえ、愛ちゃん火曜日、え、愛ちゃんわかった？10日予定わかった？わかった。7月10日皆様バースデーイベントがあるので、もしよかったらぜひぜひいらしてください。え、じゃあね、あのね、なぜそう停止をしたかというと、楽天だけじゃなくて、今さっきね LINE が90件80件か溜まってるよって来て、私見たら321件溜まってたから、あーと思って、ね、その横に G メール11323件溜まってたからそう、溜まってるわー言うたら、えーってなって、で消した。今解除した。お、解除、王様ありがとう。インスタグラムの投稿、写真にいいねとコメントしてる、ありがとう。自分も確認して、1店舗だけ配信登録してたって、すごい、逆にその1店舗ネイルが 3D、 よく分かってくれました。そう、ちょっとこう取れちゃってるけど 3D なのです。自分でやりました。10日仕事いる、高さん泣いちゃう、ほんと。1万、 AKB 15期ライブあるんだっけ。だってそうなんですか。ともやすくん、こんばんは。配信止めても魅力は減らん、でもこれ以上増えなくなる、ほとんどがあれなので、メルマガなので、止めることは大事です。石田さんファンレベアップ、ネイル可愛いです。だって可愛いでしょ、自分でやってんで。ちょっと花びら取れてるけど、一瞬ちょっとこれだけ返していいですか。もうスペイン行かないのって、行きたい、行く、一応ねチケットは買いました。そう、チケットはゲットしまして、そうなんですけど、あれです、めっちゃ高かった本当に。え、ぼーちゃんキングオブコント1回戦突破して、マジで、いつ予選やったん、え、見に行ったんですか、玉ねぎさん見に行ったん。てかさんこんばんは。そう、自分でやったのすごいでしょ、おじおじさん。そう、ネイルは自分でいつもやるの、結構
最初から登録してないつもりやねんけどな。私もなんでか知らんけど、そうなんでか知らんけど登録されてたみたいで、そうそうそう、え、なんで無理な、一瞬ちょっと待って、一瞬皆さんちょっと待ってくださいね、一瞬、円安、円安だけ、円安ってことじゃないんですよ、そう円安ってことじゃなくて、飛行機代が高くなってるんですよね、ガソリンと遠回りで。2回目の航空券の話、もうだいぶショックやったから私。ちょっとこれだけ送ってみていいですか、ちょっと待ってな、みんなちょっと待って、みんなちょっと待ってください、みんなちょっと待ってな、お仕事、お仕事ラインをちょっとだけ、少々お待ちください皆さん。パソコンやと打つの遅い本当に。難しい、なんて声が書こう、なんで、ねえ、なんで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 コピーできひんの、あーもう一回打たなければならない、ちょっと待って、私こういうフリック入力の方が早いんですよ本当に、なんで？なんでコピーできやんの？ペーストできやんくなってる。なんでだよ。こうした方がいい？あ、いけた。こうしたらペーストできる。ややこしいな。
めっちゃ遅い私ほんまに。パソコンのキーボードスペイン入力になってない？これハテナが打てんもん。なんで？え、イングリッシュ。オッケー、もうめっちゃ下手くそ、日本語下手くそすぎてやばいですけど、ただいま。帰ってきました。どっから読もう。なんとかチャージがエグいんですよ。そう、航空券やばいの。静かだな、ごめんね。ただいまただいま。ミヤゾンがカナダでスタッフにコーヒー牛乳8本おごったら4,800円。コーヒー牛乳？え？カフェオレではなく、カフェオレではなく、688で1杯600円のカフェオレではなく、だったらありえる。コピペの紙枝カタカタ。三週フル完了、ナイス、ありがとう。ヨーデーマさんこんばんは。ややこしやー、ややこしやー。あ、トカシさんこんばんは。横川美人としては有利とは一緒なわけ。ブラインドタッチできひんからって。もうブラインドタッチがプラインドになってるもん。やばそうだ。生誕夢まであと5日。あともうちょっとや、もうちょっと、もうちょっと行きたい。もうちょっとチケットね。そう、サーチャージがやばいんですよね。西と50関東ナイス、ありがとうございます。コントロール C コントロール V。 そうなんかね、タッチしたらいつもさ、 iPad なんでコピーできるんですよ。コピペ普通にタッチでなんですけど、なんかできなくて今びっくりしましたね。西と50関東ありがとうね。最終できるかな、何時まで配信予定？1時ぐらいまでできたらしちゃおうかなとかって思ってたけど、やばいかな。1時前ぐらいまでしようかな。ラブチスヤピ、あ、寝てしまう。たこ焼きちゃん残り知ってるけど、もう少し来てほしいでね。もう少し来てほしい、ほんまに。うん、ブラインドタッチもう言わないの、ブラインドタッチって。なんで参集できる、やった。え、愛ちゃん面接やった。父さんキラキラナイス、指姫さんスイカナイス、いただきます。ありがとう指姫さん、ハート。ありがとうございます。よいしょ。そう、あともう本当にもうちょっと来てほしい、もうちょっと来てほしい、全枠。うん、マジもうあとちょっと来てほしいな。3人ずつ、3人ずつぐらい来てほしい。なるほどね、しんじさん。そう、生誕祝おそらく行ける。ただ何予定もう一回確認してからやけど、まだチケットあるかな。あるあるある、むしろ来てくれたらめっちゃ嬉しい。愛ちゃん待って、白はやぶさそう、やばい、白はやぶささんが、やった、ミラーボール来た。すげえ、10個じゃん。しかも白はやぶさす、ナイスブ、ナイス、なんだっけこれ、ナイスミラーボールです。ありがとうございます。イエイ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 、長っ、すげえ。ねえ、ジロバハ、白はやぶささん本当にありがとうございます。分かってないよ、今かも分かんないよ。分かん
てないよ。ミラーボールがキランキランしているよ。イエーイ。カモネギクス。こんな感じ、ミラーボールってすごいノリノリです。カラオケ配信しないとあかんの？義務？カラオケ配信ってショールームの。わかってるよ、わかってるよ、きっと。やばい、ありがとうございました。すごい、かっこよすぎる。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。白はやぶささん、ナイスでした。すごいね、あんなに長いミラーボール見た初めてかもしれない。ほんまにね、たまにちょこちょこ見たことあったけど、こんなに長いことあるんですか。リビ姫さん、カウント完了、ナイス、ありがとうございます。背番号56 59番さんもファンレベルアップ、ナイスです。面接の予定期限は9日。あ、よかった、マジか、いちゃん、めっちゃ嬉しい。来てくれるとめっちゃ嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。いや本当にもうちょっと来てほしいなと思ってたのよ、ほんまに。本当にエレデンマスターファンレベルナイス、ありがとうございます。アセアさんこんばんは、いらっしゃい。白米さんもこんばんは、イベント頑張ってください。頑張ります。本来カラオケ配信のギフトなんだって。数があれば長くもない。そうなんや、知らんねん、ほんまに、ほんまに知らんねん、初めてやから。そう、多分大丈夫だと思う。明日の朝に旦那に確認して大丈夫だってチケット買いにして。愛ちゃんマジでありがとう、本当にありがとうございます。本当に本当にありがとう、ありがとうございます、すぎるわ。ぜひぜひぜひお待ちしております。私は本当にありがとう。赤の服じゃなくてもいいって、ちょっとだけ赤の要素があれば嬉しいな、ちょっとだけ。できるだけみんな赤っぽい感じで来てくれるとは思うから、ネイル赤にしてみるとか、アクセサリー赤とか。待って、赤米さんナイス。もう全然歌えへん、全然歌えへん曲やった。めっちゃロック。ざっとマジやで。ピンクはだって、ピンクでもいいよ、ピンクでもあり。できるだけ赤やけど、 T シャツがピンクの T シャツ販売中やから、そうなのでピンクでもまあまあまあワンチャンあり。赤やったら嬉しいけどね。あーそうなんや、夜は息子のことやらないから一番。ありがとう、あいちゃん本当にありがとうございます、マジでありがとう。1個と10個の衣装方がおかしくない。まあまあ確かに、行ってみようって。皆さんありがとう。イルスタル、イルスタル、ハーモニー。小指の爪だけ赤くするのもあり？いいけど、可愛い？それ。そんな無理やりせんでもって思っちゃうかも、そうやったら。いつ届くやら赤きって。あ、ちゃんと、こう前に届くから、イベントの。赤な服買うかって。赤やったら嬉しい。ちゃんと一応でも現地で T シャツもあと数枚販売するし、帽子も売ってるので、それでも大丈夫。続けなんちゃら行ってみようやって。君の微笑みを赤にこじつけてみたって、こじつけちゃった。週末大阪行くの楽しみ。超嬉しい、本当に。カラーマックスで赤にするとか、それも全然いい。枚数とかリアルだって、数枚って言ったやつ、それともあと3人ぐらい来てほしいっていうの。いやそう、もうちょい来てほしいよねと思ってますね。イベント1部2部、1部マジでもうちょっと、もう5人ぐらい来てほしい。うん、
2部もあと3人ぐらい来てほしい。帽子に赤要素あります。あの文字が赤なので全部は一応どのグッズ着ても赤が入るようにしてなってあります。皆さん仲良くしてくださいって。帽子に赤要素、あ、読んだこれ。皆さん仲良くしてね。私も大阪行った方がいいですか。玉ねぎさん来るやろ。あれ違うの。え、何の嘘嘘どっちや。2部行けないからなって。来てほしかった。本当に白米さん、もなかのたこ焼き、千歳の肉吸い、玉での惣菜食べてる。だって玉での惣菜ってそんなに重要なの。ぼっち参戦ぼっち参戦って誰かついてきてくれてもいいねんねお友達連れてきてくれてもええんやね。アイさんもちろんです。え、篠早草さんも来てくれるんですか、イベント。え、本当に。リナッチとはチェキできるの。リナッチ多分無理ちゃうかな。聞いてみて、リナッチにするのって。篠早草さんありがとうございますって。551忘れたあかん。確かに何の嘘や。玉ねぎさん NMB48 の歌詞って。玉での詳細は出てこうへん。田辺ってどこ。玉出で買い物したことないって。ないの一回も。あ、待って、目標達成してる。すげえ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 。旦那連れてこようかと思ったけど、そうなると息子もってなるからな。あ、そういうことか。なるほどな。息子ちゃんはまだあかんのか。あんまり近くの玉でなくなったわ。嘘、ないんや。最近は、二見の方が多いけど、二見の方が好き。塚さん、あ、そっか、泣いちゃうとあかんよな。そっかそっかそっか。全然私はいいのにな。むしろ嬉しいの。あと20万、今日の目標たーま、あ、20、今日の目標が20万。今日の目標が20万。目標達成まで20万。玉での惣菜は大阪のソウルフードなのかって。え、聞いたことないんだけど。あかんことないねんけどなって。あー、ママとして心配しちゃう。でもやっぱり行きたいとこやけどって。あ、なんだしろさ、ひろはやぶしさん、そう、愛ちゃんとかでもちろんって言ってたから来てくれるんかなと思って来てくれるんかなと思ったよ。もちろんって言ったから、みんなでこもりって。ちなみに息子もチケットはいりますかって。え、多分何歳以下はいらんみたいな。何歳なんか書いてないっけ。なんかあった気がする。多分大丈夫だと思うねんけど、何歳以下はなんか何歳まで OK みたいななかったっけ。書いてなかった。知ってる方おるかな。赤さんの鳴き声はあまり気にならないって赤ちゃんのこと赤さんって言うからね。もうリスペクトがすごいから。お前愛ちゃんにキャッチコピーやらないとって。えみちにこもりしてもらえれば最高やんって。ステージに赤ちゃんこうやってやってマイク持って喋るわ。みんなでこもりはもうご迷惑かけすぎますって。可愛すぎる絶対。でもだいたい3歳以下は OK なのかな。3歳以下はあかんのかな。え、どうなの。息子ちゃんがアイドル、むしろなんかエミカの子供みたいになる見た目あかんか。エミチのイベント18禁って。え、全然そんなことないよ。玉ねぎさんキャッチコピー待ってますやって。赤ちゃんだけにカラーコーデ OK。 確かに赤ちゃんやったらもう赤色やから名前が赤色やから大丈夫。もうコーディネートはバッチシです。ほっぺ赤いし。白米さんうまいですって確かにねえ、どうしたらもうちょっと来てくれるかな。みちに抱っこされてステージなんてもう勝ち組やんやって。そう、たまにね、そうキッズダメなとこあるもんね。そう、書いてないっけ、書いてないっけ。みくちゃんじゃないわ。ショップに行ったら見れんのかな、これ。
注意書きみたいな書いてないっけな。あ、3歳以上やったらチケット必要やって。でもそれ以外は書いてないから大丈夫そう。3歳以下やったらチケット大丈夫や。息子より私抱っこしてくださいやって。愛ちゃん抱っこしながらクラシックコンサートかダメ。ああ確かにね、普通なら入れるよ。だってなんか静かに聴かなあかん曲とかあったっけ。いやちょっとやっぱり君がよう歌うからな現場でいいやろって言えばいいと思う。あもう多分もう現場でええあかんのいいやろって言ったら多分どうぞどうぞどうぞもちろんでございますってなるよ。8ヶ月やからいらんなって。いけるわ確かに。え、ゆいさん？とも、ゆい、いえ、なんて読むんやろ。え、フォローありがとうございます。え、難しい漢字意外と。結ぶに友達ってなんて読むんですか。フォローありがとうございます。君がよ、君がよ。同期以外の B2 メンバーどの B2 ですか。どの B2？ 磯ちゃんとかよく会うよ。うん、君がよ、抱っこして強行突破。エミコの話静かに聞いへん。息子思い出されるわやって。え、もう絶対逃げや。もうマジで私のとこ結構アットホームやから全然いけるよね。あ、席に座らせるとお金がかかる。抱っこなら問題ないよって。もうひろたかさん私のところのもうジムの方みたいになってる。君がよ、アンチの開かずの間いけそうって。開かずの間んって感じ、んって感じやねんな。そう、ちょうどあの時期やんな。何日から何日まででしたっけ。ちょうどあの時期やねんな。何日から何日まで。高校の時君って名前の先輩いたわってすごい情報きた。ユッキーファンレベルナイスアップです。マジでジャムジャムほんまなの。え、全然ジャムではない。うん、アイさん旦那とお子さんもご一緒したらいいやってね。全然大丈夫。え、逆にむしろなんかほんまに嫌やったら、そう、嫌やったら全然大丈夫やけど、もちろんでも全然大丈夫。うん、むしろ嬉しいよね。うん、来てくれたらめっちゃなんか場がすごい、なんやろ、温かくなっていいと思う本当に。ジャニーズとかもたまに連れてる人いるから大丈夫や、大丈夫じゃないって。まずでもひろたかさん私のスタッフで君がよ、なんのみんなの好きな君がよ。ちょっともう一回明日旦那に聞いてみるわ。え、全然全然全然。えみちが大丈夫言えば海は何も言えんやろって私がもう権力を持っております。ファミリー感マスカも持って。確かにリクロおじさんのチーズケーキの星ぶぞう好き好き。泣き出したら旦那につまみ出してもらうわつまみ出さんでも旦那さんも名誉8ヶ月にしてくれるよ。えみちなら名誉8ヶ月って何ですか。15から17丸かぶりか。やっぱそうやんな、15から17やんな。そうやんな、その辺やんな。怪しいな、怪しい。17は私おらへんのよね、大阪に。16は怪しいのよね、今のところ。おるかおらんかわからん微妙なところなのよね。15日は私死んでるのよね。11日から15日があれなんですよ、バタバタのあれがありまして、イギリスのコースを受けるんですけど、そう、イギリスのお芝居のレッスンを受けるんですけど、そう、夜中の2時半までやります、家を借りて。
ヤーマンさんこんばんは。こんばんは、ヤーマンさん。名誉8ヶ月。客みんなに子供連れてくるとか、逆ね、逆にね、みんな子供いる？背番号さパンデベアップ。16いけるならもう最高。もし息子いけるとなればスイカの服着せていくわ。かえ最高最高。ブリティッシュエミツ。ブリティッシュエミツ。それは違う。毎16日行くわやって。16日いいな。行きたいな。マジで行きたい。うん。マジなマジで行きたい。ガチで、17、18が東京のイベントがあるんですけど、17、18もしよかったら東京も来てほしいんですけど、対面のお話会がガチで結構チケットあるので、こちらよかったらぜひぜひ。大学かなんかのオンライン、アクティング学校の、お芝居の学校のオンラインのコースです。お芝居します。有名な俳優さん誰がおるんやろ。有名なイギリスの有名な俳優さんたち全員もうその学校行ってるんちゃうかぐらい有名な学校があるんですよ。誰や、ロンドンのアクトーズ、例えば、めっちゃ有名な人ばっかりなんですけど、私がアンドリュー・リンカーン、出てけへん、ウォーキングデッドの主役やった人、リック役やった人とか、あ、トムヒも やばい、そうしか出てけへん、そうじゃなくて、やばい、出てけへん名前、ロキ役の人とか、キングスマンのあの男の子とか、タロンねとか、もうマジで有名な人ばっかり行ったコースなんですよ。それの短期のインテンシブコースです。トムヒって、マーベル、新マーベル女優と婚約って、6月16日、誰と婚約したんですか。そう、テイラー・スウィフトともね、あれはあったんですけど、ゾーイ・アシュトンさんと婚約したって。再入場可能にしてもらったやったら、あやして戻ることもできるから、全然大丈夫、それはもう。あ、ベビーカーのスペースあるかなって。ベビーカーは全然置いとけると思う。多分そんなにマジでなんか10組くらいベビーカー来たら、ちょっと無理かもしれないけど、愛ちゃんだけやから多分全然置ける。18は行きます。背番号さんありがとうございます。18来てくれるんですか。ねえ、もしよかったら背番号さん、17の対面お話し会はどうですか。もうピュアな目でお願いをする。ピュアな目でリナッチがショールーム開始やって、そう今から買いとけば、ベビーカー置けば作れるし、全然言っとける。石田さんファンレベアート応援してんすよって応援してくれるの、ありがとう。
応援して、あ、応援してますや間違ってたんや、そういうあれかと思った、口の何口癖してんすよみたいなベビーカースペース準備言っときます。アイさん多分座席の近くに置けない場合インフォで預かってもらえると思いますよ、だってすごい、エイチさんピアスおしゃんって、え、今日ねこことここにもつけてたんやけど今全部取りました。え、皆さんいろいろとベビーカー事情ありがとうございます、だって目がピュアな 20歳に見えるからいい。17日は昼から仕事なんです。え、ピエン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 すぎる、ピエンすぎる、ピエン、ドキドキの17日です。ちょっとアイス買ってくる、何買うのか教えてから言って。現役時代から思ってたけど、ほんまにエミカオタさんいい人ばっかりって、え、エミカオタさん本当にいい人ばっかりですエミカオタさんって自分言うのあれやけど、エミカオタさん本当にいい人ばっかりですよ、本当にいい人ばっかり、うんうんうん、笑ったり泣いてゆく、何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が星自身の忘れた頃に僕らに届いてる、僕らに付き合って巡り合って同じ空輝くのだって二人だって約束した、遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに繋ぐんだろう、僕らの体の上で取り合って進んでいく、切ない時だって歌いて誓ったと思う、変わらないベテルギウス。チョコバッキーって何？ベビーカー乗ったまま会場の中入れる？ベビー、あのね、今のところ一部やったら多分いけると思います。うん、あの満席にならないと、満席やったらまあまあキツキツになるかもしれないんですけど、今のところ一部全然余裕があるんで全然いけると思います。うんうんうん、か、外にも置いとけるし、畳まずにも別に置いとける場所あるし、多分、うんね、中で置いとけるってことも、預かりすることも多分できると思うし、横に置いとくこともできそう、今なら目の中で今こう考えて、カラオケコーナーでした一瞬、いいなチョコバッキーくださいって、あいよだって店員さんやん、コンビニソフト、いつでもどんな時でも一日チューペット、かわいすぎる、何の時間 CD 聞けたかな、 CD 聞けたかな、あ言ってた CD のやつ、まだ実はほんまに実はまだ聞けてないんです。ただでも思い出しました、スペインに CD のやつ多分あるんです、私あのつなげるやつ多分私置いてるはずなんですよ、多分 Mac に直接は入れれないんですよ、そうで、なんかこうベッドで買った気がしてて、スペイン持っていこうかなと思ってるんだけど、かワンちゃん日本でも聞いちゃうからねんけど、チョコバッキー知らんのマジ食べて、ほんまにチョコバッキーどんなん、アカペラではない、音楽のあるからこう言ってるけど結局運営次第なの私運営に言っとけるんで、会場はテーブルあったりする、やんちゃくれ、何のテーブルですか、何する用ですか、チョコザワゴリゾー、チョコザワゴリゾー食べたことないんですよね、ベビーカー置けるとこあると全然、ユーリーってユーリー
多分あ手段そう多分そうそれがあれば聞けると思うんですよ。そうでちょっと今買うか買わへんかみたいなって今バタバタしてたから、そうまだ買ったな買うとかは決めてはなかったんですけど、音楽聴く CD のやつ多分あったと思うのよね。うん AKB あって書いてる。 AKB あ色高さレベルあ、シャトレーゼいいやつやん。ハイレゾ配信って何ですか。うん、スイッチ AKB13 期のメンバーでまだ仲いい子って夜サホちゃん、サホちゃん仲いいです。セブンイレでも見たって。そうなん、え、そう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 、あのベビーカー置けるんです。テーブル席じゃないけど、あ、ぜひぜひ愛ちゃん言って言って、全然言っとけるんでスタッフさんにこうらしいですってお願いしますって。ちなみに皆さん一部は私一部と二部と三部で着る服違います。私今準備中なんですけども、時代は入るぞようだって。やばいやばい、乗り遅れてる、ひょっとして。え、何、キャリーの件リツイートしてくれてた。そう、キャリーの件リツイートしてくれてた。めっちゃありがたかったな、ほんと。ちょっとだけ抜ける。 OK、 ひろたかさんいってらっしゃい。全部赤色のお洋服。実は今回よし説明をしようではないか。来てくれる方のためにもう一度説明をさせてください。ね、どこや、ツイッターであるかな、ちょっと待って、ツイッターツイッター、はい、あった。私今回こういう T シャツを作らせていただいたんですけども、こういうのね、ここに書いてあるのが The cheese to your pizza っていうことを書いてるんですよ。ここにもそう全部一応書いてるのが The cheese to your pizza って書いてて、これの意味が何、意味がね、あなたのピザの上のチーズっていう感じかな、直訳すると。あなたのピザの上のチーズですっていう意味なんですけど、これに含まれてる意味なんですけど、私現役時代からエミチーズって結構言ってると思うんですよ。なんか私がエミチっていうニックネームなんもあるし、チーズが好きっていうのもあるし、エミチーズエミチーズって言ってて、ファンの皆さんのこともエミチーズみたいなさ、あのなんちゃらーずみたいな、テレタビヒズみたいなっていう感じでエミチーズって呼んでたんですけど、そのチーズはエミチーの複数形みたいな、なんちゃらーずのエミチーズっていうのと、私がチーズが好きやから、あとピースのチーズと全部かけてエミチーズっていうのをずっと言ってたと思うんですね。だからファンの皆さんのこともエミチーズって呼んでたりとかするっていうのがあったので、今回のテーマはそれなんですけど、やっぱピザの上のチーズってすごい重要やと思ってて、ピザにチーズが乗ってないと寂しいじゃないですか。そうだからやっぱりピザの人生的にはチーズが乗ってるとすごい華やかに、すごい美味しく、すごいキラキラとすると思うんです。はい、ピザの上にチーズが乗ることによってやっぱりめっちゃ美味しくなると思うんですよ。そう、逆に言うとチーズもピザがあるとすごい、何、重要とされるし、すごいこう美味しくなると思うんですよ、チーズ自体も。っていうので皆さんはピザ、私はチーズっていう感じで、皆さんがピザで私がチーズなので、皆さんのピザの上のチーズは私ですよっていう意味を含めて The cheese to your pizza っていうのを今回のテーマにしてるんですよ。そうなので、皆さんには赤色を、着てきてほしくて、それは皆さんがピザっていう意味での赤色のイメージなんですよ。そうで、私はなんか一部は黄色を着ます。はい、チーズなので
チーズ色の服を着ます。はい、これが一部の感じ。二部はリナッチも着てくれるので一緒にみんなで赤色の服を着ます。はい、で三部は一緒に皆さんがこの服を着てくれてるっていうのを、三部じゃないね、プレミアムナイトね、プレミアムナイトは一応皆さんがこのグッズの T シャツを着てくれるというのを想定して、私も T シャツを着ての参戦となりますっていう感じです。はあ、説明した。チョコバンキーって食べたい。シマウマバマババ、シマシマウマウマバ、何それ、私知らんな。そう、なくてはならない存在ってこと。お腹空いてきた、すいません。白米の上の納豆みたいなもんか。でも納豆は白米じゃなくても、白米は納豆じゃなくても成り立ってしまう、実際。でもピザはチーズがないと成り立たなくないですか。ブリューって何ですか。何の話してんの。生誕祭の話です。ジュナさんこんばんは。日付変わりました。お、日付変わりました。チーズでいい、マップのチーズじゃないのよ。トマトソース、なんかピザトマトソースも赤色やし、ペペロニも赤やし、パプリカも赤やし、結構赤要素が多いと思うのね、ピザって。そう、だから赤色にしました。ほほ、なるほど、じゃあ黄色にしよう。話聞いてたかやって。アイちゃんも黄色、アイちゃんもチーズ。白米 to your 納豆、納豆の上に白米かかっちゃうで、それ黄色は生地？チーズ、チーズです。チーズ言うてるやんか。ずっとチーズで言うてるやんか。2部は初代 B2 で青を着たいです。だっておっとおっと、1人しかいないぞ今んとこ。グリーンのピーマン色でいくわ。みんなでピザを作ろうじゃないのよ。マリナーラってチーズ乗ってないピザもあるけど、乗ってるマルゲリータの方が好きだな。やっぱり乗ってる方が美味しいじゃないですか。ごめん、トイレ行ってた、私が頑張って喋ってたのに。ブリューっていうチーズ、カマンベールに似て美味しいよ。あ、そうなんや。生誕祭の話聞こえんから言ったんだが、え、知らない。もう一回言った方がいいかな。生誕祭の今回のテーマがチーズ用ピッツァなんですよ、私の生誕祭ので。いや、グッズも、作ったグッズも全部書いてるのがチーズ用ピッツァって書いてて、そうで、これがイメージなんですね。これがザチーズ用ピッツァっていうのが今回の生誕祭のテーマとなっております。ちなみにホームパーティーって書いてるんですけど、ここに実はね線を引いてるんですけども。そう、だからホームパーティーっていうのも今回のテーマでありまして、ホームパーティーにはやっぱピザ付きものじゃないですか。なのでここの絵とかも全部ピザになってるんですよ、実は。でピザをイメージして、あ、ここもピザ食べてるしね。そうそうそう。で、ホームパーティーをイメージしてるので、これはインビテーションカードになっております。めっちゃすごいの。めっちゃすごい、こう、あれなの。テーマをこう、考えられてまして。インビテーションカードがあって、インビテーションでこれでみんなで、そう、来てくださいよっていう感じで、ホームパーティーにインビテーションカードで誘って、で来てくださいって来たら、まあホームパーティーなのでピザがあって、で今回のテーマのチーズ用ピザっていうのが、やっぱあなたのピザの上のチーズになりますっていうイメージっていうのを、はい、すごい深い意味で考えたんです、今回のテーマ。私の中ではめっちゃ完成してて、すっごい頑張りました。プレミアムはピンクを着ません。だって余ってたら着るな。開けてアンパンマンのチーズ着ていくかって、そりゃあるの、逆にシャツ天津飯のあんかけみたいな、まあ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 、チーズこけてるかもしれんから黒着ていくわ。やって、もうやばい、もう焦げ焦げやん、それ茶色とかではなく、もうチーズ真っ黒、もう燃えた後やん。ピザの上に白米は無理か、炭水温
炭水化物。何度見てもこれいいねって、いい感じでしょ。ピザはホームパーティーはピザ付きものじゃない。ピザは食べられますか。もう言っていいのかな。プレミアムナイトは食べます。何これ、チャラポラさん、こだわりました、つながりました、深いでしょ。リナッチとフーちゃんの配信同時視聴してるって、えみちもやろ。謎のこだわりとか言われた、謎じゃないのにな、悲しい。そう、アカディアソールドアウトなんです。チーズがちょっと焦げてると香ばしくて美味しい。確かに美味しいよね。プレミアムじゃない、ガーン、そうプレミアムなの。一部二部が売り切れたらプレミアム追加するな。ピンク着てお空で通称してください。やりたい、本当に。謎ではないな、だって謎じゃないよな、謎しかないとか言わんといて。おこやで、もっとこう視野を広げて生きていこう。めっちゃ深いと思うねんけどな。ビターステップです、正解。エミチンとろけるチーズ我々やね、かわいい、それめっちゃかわいい。エミチンとろけるチーズな我々やね、めっちゃ好き。フレーズ好き、超好き。かわいい、超かわいい。やっぱなんかそういう、なんやろうな、想像力みたいな、そうなんかこう発展していくの大好きで、やっぱりなんやろ、やっぱだからエンターテインメントがすごい大好きなんで、そうエンターテインメントがすごい好きやから、なんやろうな、無意味なものも意味があるとは思うんやけど、そう例えば舞台とか見てもなんでこれを伝えたいんやろうとか、何が一番ここで伝えたかったのかとか、これは何のためにしてるんやろうとかめっちゃ考えるんですよ。そうで例えば台本でもなんで語尾はねえなんやろ、ノーじゃなくてなんでねえなんやろみたいなとか、全部こう気になって、全部こうつながってるからさ、言葉を考えるのもさ、なんて言ったらいいの、こう例えば台本書く人もさ、本を書く人もさ、全部一個ずつ意味があると思うんですよ。そうなんでここの文章をこうしたんやろう、ねえじゃなくてノーにしたのよ、多分こういうニュアンスにしたいんかなとかさ、そうなんか英語も全部そう全部そう思うから、自分でイベントするとき、誕生日イベントは特に、なんやろ、世界観を大事にしたいなと思って、そう可愛く世界観をしたいなって思って作ったの。ディズニーのミニーちゃんの赤い T シャツでもいいやって、え全然いい、可愛い。ついでにカチューシャもしていこうかって、して、全然。愛ちゃんがミニーちゃんの赤い T シャツでカチューシャして、旦那さんがミッキーのカチューシャして、子供ちゃんがスイカ着てたらマジで可愛いよな。グローバルエミチンやって、グローバルに行きさせていただいております。いろいろ考えるの苦手やって、あ苦手なんや、ぼーっと生きてたい、ぼーっと生きてるのも幸せやと思うけどな。ひろたかさんただいま、私は無理なんですよね、ぼーっと生きるの、そう、もう常に何か考えてないと死んでしまうんですよね。そう常にどうやったら自分が成長できるかとか、どうやったらこう何夢に向かってこう進んでいけるかとか、そうめっちゃ考えちゃう。なりきりよし生きていったら暑いだろうな、暑い暑い、倒れちゃうからやめとこう、雨降ってても暑いわ。もうそれはアホ家族やわやって、私大好きやねんけど、そういうの、え素敵な家族すぎると思っちゃう、仲良しやなと思って、めっちゃ良くない、ハッピーオーラすごいじゃん。家からそれって出てくるのちょっと恥ずかしいけどな、秘めた思いとか知らんかなってなる、冷めてんな、シンジさん、え思ってても絶対言ったらあかんで、なんかお家で彼女とかお母さんとかお父さんに言うんやったらいいかもしらへんけど、絶対子供とかにも言ったらあかんで。
あと絶対主催者の人とかにも言ったかん、ツイッターとかで書いてるとこにも絶対知らんがのとか書いてあかんねん。もう必死で頑張ってるから。もうその知らんがなは会社とかでプレゼンテーションとか自分でしなあかんかったとしてした時に面白くないですって言われてるのと一緒やから、めっちゃ傷つくでね。やばくない？それはレポート書いた時に、学生やったらレポート書いてこう提出したら点数になりませんって言われたみたいな。え、合格とか不合格もなく点数にならないんですか、興味ないですみたいな、こうえなんで書かせたんみたいなになる、あの悲壮感みたいな感じになっちゃう。思ってても絶対とか、ディズニーなら家族でコスプレしててそうなイメージやけど。あ、ミワさんフォローナイス、ありがとうございます、こんばんは。そういうとこ好きって。ありがとう白玉さん。ありがとうございます。ほんまに私も、ね、適当なとこは適当、もうザ B 型やから。そう、本当に黄色ならひよこのぬいぐるみとか、あ、着ぐるみとか、暑いって、暑い暑い、着ぐるみは暑い。本当にユニバとかの着ぐるみ着てなんか踊ってる人すごいなと思うもんね今。俺今日プラミルのライブで初めて牛かぶってライブ参加したら死にそうだった。やばい、大丈夫でした？お水ちゃんといっぱい飲んでください。本当に旦那には黒のミッキーの T シャツに赤のズボンを履かせようか、めっちゃ可愛いやん。あのチェキ取れるんやけど、あの会場で縁道抜きで旦那さんのチェキ取ろう。で天王寺、天王、え、これなんて読むの、天王宗、公園で酒飲んで昼寝したい、めっちゃ幸せ。公園でお酒飲んで昼寝するなんてやったことないべ。公園の時レポート出せようって点数なかったのあった。おー、つらい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 、レポートに秘めた歌詞使ったらが、そういうことじゃないのよ、シンジさん。そういうことじゃないのよ。みわさん、みわさん、みくちゃんぶりに来ました。え、みわちゃん、こんばんは。え、嬉しい。すごい、見つけてくれたの？みくちゃぶりに、見つけてくれたんですか？新潟ですし、考え方似てますしって。やっぱなんか、推しに似るって言うやん。言うやん。メンバー並みに汗かいたわや。ダイエットダイエット、運動運動。エミカ抜きはマジで意味ないやって。エミカより横で列で起きるかもしれん。天王図って読むの？罰ゲームじゃない。マッチャさんこんばんは。天王図って初め、天王寺アイルみたいな？天王図アイル？いや、本当に罰ゲームでしたって。秘めたら思いこそ隠し味みたいなもん。いや、そう。本当そう。その隠し味があってこそピリッとこうねなるんですよ。天王寺、天王寺しか知らんからさ、大阪民は。天王寺やのに天王寺ってこう、天王寺って聞いたら、噛んだってなるよな、大阪人からしたら。会社になって置いてきます、ありがとうございます。玉ねぎさん、いや俺痩せてるよ。あ、もうやばいやばいやばい、チョコレートいっぱい食べて。私の分まで食べて。さっきまで他のルーム見てて気につけた。嬉しい、ありがとうございます。みわちゃん、4月2日からあのショールームに来たの。そう、あ、4年ぶりくらいに動いてるえみちさんだって。え、こんにちは。ノイジーさん、ノイジーさんこんばんは。4年ぶりくらいなんですか、嬉しい。やっほー、動いてるよ。まあ最寄りの会社の最寄り駅天満橋で、天満橋で会ってます。はい、4月10日の大阪のバースデーイベントは天満橋です。めっちゃいい会場です。結構なんかあのアットホームな感じですね。コテコテ関西人、コテコテ大阪人です。大阪生まれ、大阪育ちなので。大阪民やからって知ってるって、みんな、しんじさんもやちくるさんも。私より何年も生きてるやん。だって天王寺にテレ東なかったっけ、私マジわかんない。ちなみに日本橋、日本橋、あー、日本橋と日本橋の違いとかね。あと京橋と、え、京橋、京橋
京橋と京橋の違いもやんな多分違いますっけ。なんか京橋も2個あってみたいな。大阪は多分京橋で東京は京橋。電車の方がいいかな。子供連れてくってなったら車来ないやけど近くに P あるかな。ありますあります。大阪あの東京のイベントだとあんまりね分かんないんですけども、そう今回はもう私下見に行ったのでバッチリ知ってるんですね。神戸にも京橋あるって。ジョーホールのライブの時は天満橋に泊まってたな。だってお天満橋に泊まってたんですか。天満橋いいですよね。なんかお祭りのイメージがある私天満橋。あそう天神橋か。京橋は東京にもあるね。発音が違うけどえやっぱり京橋と京橋ですか。この間電車乗ってて次は京橋京橋って言っててえ京橋やろってなってそうあんたあんた喋ってて京橋ちゃうんとか言って京橋なん、いや京橋やろとか言って多分周りから見たらいや京橋やろってなってたと思うけどマジか。その車で行くかも。その方が行く道なんかチャイルドシートで寝てくれるし、あそうなのか、なるほど、はあ、全然もうバッチシ日本橋って言うと交通引っかかるなーってツッコミ。あ日本橋、日本橋じゃなくて日本橋やったら東京やばー言うて。でも正直どっちがどっちか分からんから、まあ自分がさ大阪にいてあじゃあ日本橋行こうみたいな、日本橋行こう日本橋行こうってどっち言われたとしても思い浮かぶとこは一つしかないからさ。そうあとは例えば京橋も東京におってじゃあ京橋でって言われたら京橋とか京橋とかじゃなくっても多分1個駅しかあそこしか思いつかへんからそう行けちゃうのよね文脈で。アビコとアビコ、え東京にもアビコがあるんですか。アビコさんっていう人知ってるわ。アクセント置くとこ平坦にするか、そうなのよ京橋、頭高か京橋平坦か。背番号59さん、天満橋のホテル安いですよな、ねえだってなーって言ってなかった。安いんや。なんばで日本橋に行くでって言われたら何時の新幹線ってボケるってうるさいわって言われそう。三田とさんだ、それはある。はじめまして、プロムスさん、プロムスさんはじめまして、こんばんは、顔近いですか、宮田です、こんにちはこんにちは。ナンバとナンパ、ナンパねえ姉ちゃん遊びに行こうよってやつじゃないの。千葉にあるんや、ホテル京阪アビコあるね。千葉、あみんな千葉なんや、へえなるほどね。千葉もうそれこそわかんない。恵比寿もあるの、9時29分の新幹線ですやってもうしっかり教えてくれた。7月10日ですか福岡生まれからしたら大阪の京橋も東京の京橋も京橋風、大阪風ですけども、だってあどっちも京橋ですか。京橋立ち飲みが安いって、なんか京橋は地位が多いイメージ手間橋ホテル安いよねえ。恵比寿町、なるほどなるほど、花店はない、花店はないな、だって確かに難しいから重曹もないんじゃ。ホリエモンさんいらっしゃいです、なるほどな、いろいろある、難しいな地名は。ほんまにね私も東京行った時焦るよね、全然本当に。なんかどの辺泊まってるの、何区とか言われてもえ区みたいな区ですかってなる。ジョイス重曹は区さん D 作さん思わずコメントしちゃった。東京の杖が大阪来た時によく使ってますって。へえ。逆に東京で安いホテルはどこですか。私もよく泊まらなあかんけど、この間ホテルで G が出たからマジで東京のホテル泊まるの怖いんです、息継ぎせずに言った、そう超怖い、今度泊まるところも一泊減らしたもんね。9月29分だと間に合わないんだ、あ9月29分って言ってた、9時29分だと間に合わないって、何時起きや。
大阪府大阪市何々区やけど東京都何々区やから勘ぐる。なるほど、それは考えたことなかった。そうでもどこって言われても、え、駅名やったらワンチャンわかるけど、それはわからないなって。え、谷って文字は関東やとやって読む、関西で谷と読む。え、そうなんですか。谷ってこれパッてやったらやになるんですか、関東は。そういうこと。やっぱり7月とか大阪バースデーイベント行くでしょ、一部にもチケットが。めっちゃ嬉しい。白はやぶささん本当にですか、めっちゃ嬉しい。本当に本当にありがとうございます。え、めっちゃ嬉しい。ラブラブ。本当にありがとうございます。マジで感謝、本当にありがとうございます。お待ちしております。本当にありがとう。え、めっちゃ嬉しい。え、お待ちしております。まだ悩んでいる方も皆様、もしよかったら7月10日大阪のバースデーイベント、よかったら一部二部まだチケットございます。よかったら会いに来てください。よろしくお願いいたします。ホテル京部京阪天満橋のヘビーユーザーでした。みんなそこなんや。じゃあこう遠征するときに、おっとこんにちはってなるかも。渋谷谷町何丁目とか。え、なんて読むの白米さん、これもしかして西成にある安い宿みたいなとこ泊まった。東京だと確かに付いてるかも。だって、え、これ言っていいんかな。何やったっけ、何やったっけな、あ、そこ名前なんだっけ。お、え、ちゃうな。え、これどういうとこ。でも食べ物屋さん多かったです。食べ物屋さん、ホテルの名前は覚えてるんですけど、それは言わんとく。なっちゃう。なんかすごいマニラのホテル出てきた。なんでやねん。半蔵門モトンプレイスで会ってます。48G46 スライコール、あ、イコラブミーこんばんは、こんばんはです。めっちゃアイドル好きさんやな。こんばんは。ホテル京阪テーマ橋のお仲間が結構いる。やばいな、やばいな。多分みんなすごい合うで、これ。合ってるよ、愛ちゃんって。谷読みもあるホテル京阪でオフ会してそうだって。確かに、ウグイス谷、なるほど、ウグイス谷、谷やって。電車やと家の最寄りから1時間半かかるけど車でも50分できる。お、すごい、ちょっと近い。明賀谷、難しい。昔は朝夕に長野大阪のバスあったんだけど、今は夜行だけで不便になっていかなくなった。あ、そうなんですか。ともっちさんで、ともっちさん結構来てくれはってたイメージあるもん。確かに、なくなっちゃったんですか、コロナの影響で。うなぎ谷、震災橋の近所、うぐいす谷、東京の上野の近所。漢字難しくて多分わからないHF とか東海 BF に飲食店あるとこは避けたらいいよ。だって、あ、よく言いますよね、よく言いますよね。マンションとかもそういうのは避けた方がいいって聞く。でも大体ホテルってレストランついてるんですよ。でも何回かとかって分かんなかったりするからな。ニゴルダニは別なのか、勉強になるな。はっはっべ半蔵半蔵もなら違う。よしめ完了、すごい、ありがとうございます。東京 FM があるの、半蔵門に。プレミアムナイトはダメだったけど、そう、プレミアムナイトはそう売り切れてたんですよ。そう、でも嬉しい、すごい、一部二部すごいすごい、ありがとうございます。
めちゃくちゃ嬉しい、本当にありがとうございます。まだ悩んでる方いたら、もしよかったらぜひぜひ7月10日、今おすすめ中なのが7月10日のバースデーイベントと7月の17日の対面お話し会です。これ東京です、こっち大阪です。っていう感じ、大阪って書いてるとこ以外は一応東京になっております。17、18、コロナだね、コロナさえなければって、いやそうだよな、本当にコロナさえなければって感じ、私も。あと戦争さえなければって感じ、今もほんまにほんまに世界をお願いしますって感じ。3周年も5周年もホテル京阪天満橋でしたよ。え、すごいめっちゃ行ってる。あ、服部、え、これで服部なの？服部緑地の服部？ニン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 、急にともちさんがテンション高くなった。ホテル京阪天満橋は JR 東海ツアーズパッケージツアーに組み込まれてます。なるほど。JR 東海ツアーズよく使わせていただいております。漢字で書くのやめようかって。英語でもいいけど、英語でもいいし、スペイン語でもいいね。ひらがなでもカタカナでもいいから、漢字だけちょっと優しくして。人より一応ちょっと広いはずやねんけどな。平和主義なんです、ほんとに。あと航空券も高いほんで。JR と、え、やばい。おる、充電切れた、ちょっと待って、充電切れた。B2 の材料も振りたくなってきたって、あ、もう振ってくれてる。背番号さん、ナイス、ありがとうございます。かっこいい、めっちゃ振ってる。やばい、 B2のやつなんかやってくれて、ありがとう、ありがとうございます。背番号さん優しい。当時勤務、工場に例えると工場に例える人初めて聞いたんですけど、新しすぎません？わかりやすい、工場に例えたら。え、しんちょっとこれさしていいですか、ちょっと待ってな。よいしょ、できた。半蔵門、あ、なるほど、そういうあれがね。ホテル京阪天満橋で場所の不便さに目をつむれば、安くてホテルも悪くないから使っちゃう。え、不便ですか、場所ちょっぴり。天満橋って不便なの？結構なんか JR もあるし、阪神ちゃわ、なんだあれは、京阪か、京阪もあるし、ちょっと歩いたら御堂筋も乗れるか。エミチーズ8、うわ、エミチーズ8になってる。背番号さん、ナイス、ありがとうございます。服部、阪急電車なら服部天神。へー、今も劇場で青菜振ってます。もう白米さんはずっとビーツ手間橋は新大阪からだと少々ややこしい場所。なるほど、乗り返しないといけないんですね。NMB オタ的には少し不便。あ、なるほど、難波に行ってとか。なるほど、情報ルまで散歩するのに、あ、情報ルは確かに近い。ちょっと鶴橋でキムチとか買う、え、あんまり買わないけど好きで全然買いたいなとは思う。マクメさんファンレベルアップ、ナイスです、ありがとうございます。難波に抜けるのも少々ややこしい。なるほど、確かに乗り換えしないといけん、確かに。お、ウーカメインの箱押しさん、いらっしゃいです、こんばんは。なるほどな、結構そっか、梅田とかに行くぐらいやったらいいけどね。いつは外歩きたくないなんて。ホテル京阪、京阪天満橋駅、淀屋橋、地下鉄御堂筋、難波、おわ、震災、新大阪。生き方の話か。今帰ってきた、星投げだけしとくね。ありがとうございます。お帰りなさい、星投げ、ありがとうございます。めっちゃ遅い時間にお疲れ様です。電話が復活したからですか。さては電話が復活したから忙しい日々を送っていらっしゃる。 au 回線ちょっとだけの乗り換えが不便かも。だって確かに分からなくなっちゃう、迷子になるかも。私なら天満橋に泊まって近鉄電車で乗るときも、上本町乗り換えが面倒、遠いもんだって。
ほうほう、金鉄はややこしいな。あ、わなかのたこ焼きは塩チーズです。来週はコンサートあるから劇場公演ないのか。だってなるほど、ずかさん狙ってたのに。コンサート狙っ、コンサートには行かないのか。これ何ユーザー、ドコモかな、ドコモユーザーですか。白米さん腰ユーザーになってる。あって書いてる。私今歌いたいなって歌えるようになりたい曲があって、これなんですけど聴いてくれる？ペーパーリングって曲なんですけど、この曲が好きなの。ドコモが欲しいになるんですよ。D を大文字にしたら大丈夫だし。今週末なんです。どこも C でも大丈夫だよ。多分 D を大文字で書いたらあかん。NMB 絡みの芸人で誰が一番好き？芸人、私もわかんないな。逆に誰が好きですか？私芸人 NMB 絡みっていうのわかんないけど、ノンスタイルさんはずっと大好きです。白玉さんファンレベルアップ。マイケルジャクソンが欲しい。え、ほんまや、昔からどこマイケルじゃ欲しいんピリオド入れても大丈夫。 D を大文字にしたら大丈夫と。そうそうそう、それです。 D を大文字にしたら大丈夫。この間気づいた。なんかあの E メールアドレスと一緒になっちゃうから。ほうほうほう、え、なんだけどなぁ、なんでなんで。クソになったらあかんねんて。クソやったらいけんねんけどな。めっちゃ可愛い曲じゃないですか。夏屋でご飯食べてる新喜劇の劇団芸人さんだって夏屋でご飯食べてるの。パシパレさんこんばんは。だってこんばんは。ルームはそう、まあ、AI やからな、並んだらあかんねやろな。でもこのおかげで一応なんかね、誹謗中傷とかも抑えられてるかもしれないから、ね、難波で松屋と言ったら劇場裏の立ち食いそば屋だって。私行ったことないもん。劇場裏総合するでってめちゃめちゃ安いうどん屋さん。何円ぐらいでした？この曲がすごいずっと好きやったんですけど、最近これ歌えるようになれたいなと思って、そうずっと聴いてます。最近ペーパーリンクスっていうテイラースイフト、テイラーさんのお曲です。
え、じゃあ孝太郎さんも新喜劇見てないんですか？私も好きでしたけど、うん、今も見てるよ。急に何を喋ったらいいか分からなくなっちゃった。最近毎日、毎日じゃないな、ほぼ毎日運動してまして、そう、ジムみたいなジム行って、そう、頑張って汗流して、で行けない時はお家で筋トレとかしたりとかしてます。エミジのチーズピザ話から始まり、松屋とか空腹感がきついっす。え、じゃあちょっと聞いて。よいしょ。このグミが大好きなんですけど、知ってますか？今全然見なくな、そうなんよ。ここ数年土曜の昼の新喜劇で見てないの？眠いよーって、シンジさんが眠くなっちゃったよー。エミジが出たら NB 新喜劇を好き。ありがとう。パソコン投げるやつ知ってる？あ、ズカさんも好きなんや。知らない？え、今度見つけたら買ってみてください。めっちゃ美味しいの。多分今日、あ、今日じゃないか、なんか、え、今日やったっけ、前あんたんとも喋った。クモグミ知らない。え、違う、箱ぶん投げて大丈夫です、なんかパソコンなんで。面白かった、ありがとう。私も覚えてる、めっちゃモキフワ。ヨシさんこんばんは。クロちゃんみたいにジムで写真撮って白山って、そうなん？クロちゃん、クロちゃんさ、そうなんですか？ちゃんと毎日、毎日じゃないのよ、だから、うん、1日2日ぐらい開けて行ってる。似たようなので雲組、え、似てるんや。じゃあこれ、たけさんこんばんは。フィットチーネ、フィットチーネすごいあれですよね、なんかイタリアンな感じ。これめっちゃ美味しいです。うん、ヨーグルトソーダ味で、なんか味も超美味しい、おすすめです。あんまグミ好きじゃないんですけど、これめっちゃ美味しい。え、どこで売ってんの？コンビニで買いました、私は。うん、コンビニで買って、美味しい、おすすめ。これ2種類ぐらい味があったけど、ヨーグルトソーダ味がおすすめ。なんかマロッシュっていうだけあって、ほぼマシュマロなんですよ多分。めっちゃ美味しい。そう、友達がインスタストーリーで業務連絡って言って、あったよみたいなのをやり取りしてるのを見て、美味しそうやなと思ったけど、食べてたらめっちゃ美味しかった。スーパーでも、あ、スーパーでも見るって。もちもちしたのが無理ですね、私。うん、お餅が苦手。あ、マシュマロ苦手なんや。まあグミと思えば。パインアメも美味しいですね、確かに。うん、チャラプラさん、確かに。うん、美味しいでしょ、本当にこれ。おすすめです。お腹すく話した。お腹すく話しようと思って、せっかくやから。年齢めっちゃ美味しかったよっていう。余計に腹減った。グミも苦手なんよ、だって。グミ苦手か。あ、じゃあお水の話する。お水はいつも熊の子道水です。最近はマジで熊の子道水美味しいの。麺は大丈夫です。うん、タピオカとかお餅が無理。1時までです。はい、これ熊の子道水、これがめっちゃ美味しいんですよね。美味しいの。なんでなんだろうな。なんかめっちゃ美味しくて。うん。でもこの間コントレックスを飲んだんですよ。香水じゃないですかあれ。でコントレックスって結構友達とか聞いたらなんかあんまり好きじゃないと、苦手っていう声を結構聞いてたので、コントレックスを好んであんま飲んでなかったんですよ。でこの間そう、なんかふと買ってふと飲んだら、え、美味しいってなって。香水やと思って。そう、コントレックス香水美味しいってなって、なんか
多分スペインで飲んだ水が美味しいと思って、で聞いたところ、聞いたじゃないな、なんかこう、え、じゃあ聞いたところ、聞いたところ、あのスペインの、バルセロナは硬水、マドリードは軟水ってことやって、で、飲み水は一応軟水やでって聞いとで、けどこういうなんかラベルに入ってるさ、何が入ってるみたいな、これあるじゃないですか。これを見たところ、軟水って言われてるものでも6倍ぐらい硬水やってん。日本に比べたらスペインの飲み水が多分元になんかいろいろあるとは思うねんけど、そういろいろあるとは思うねんけど、私が見たやつは、まあ、日本のやつより6倍ぐらい硬水やって、そう、それをスペインで飲んで美味しいと思って飲んでたから、コントレックスを飲んだ時に、え、美味しい、スペインの水と似てるってなったんかなと思って、硬水が好きなんやってなったんですけど、これは軟水です多分よいしょ。ところてん、ところてんってどんなやったっけ、苦手な食べ物ないですね。だってお水はいつも水道水やって、ヨイシと同じ大阪でも違う地域に暮らしているようなんだって。まあ多分違う地域なっちゃうこれ東京にない、これ、私でも東京で初めて飲んだの、これ熊野古道水、これこのみちゃんと暮らしてる時にこのみちゃんがこれ買っててくれてて、で飲んで美味しいってなってからこれずっと頼んでるって感じです。これか、あとエステで売ってる人工で作られた水っていうのがあるんですけど、多分加熱してないやつなんかな、ファストプロウォーターっていうのがあって、あれめっちゃくちゃ美味しいんで、やっぱお高くて、そうだからたまにそれ飲みつつあとはこれ飲んでるって感じですね。でこの間東京でお仕事あった時もこう飲んでる方いましたよ。感じが違う、塚さん福岡のうどんは好きそうやね。だってうどんは麺にコシのなくて柔らかいのが特徴だ。なるほど、だからかな、私うどんよりお蕎麦が好きなの。コントレックス飲みにくかった、硬水は冷やせば美味しいよね。私ね、でもスペインで冷やしてないです。いつも常温のお水飲んでます。だから多分硬水冷やしてないんやろうな。りょうたろさんこんばんは。硬水なら山口とか高知やね。だってあ固めなんや。以前ナンバで水のペットボトル買ったら、御殿場さんどこですか、硬水、あ感じが違う、日本の水は軟水ですよね、柔らかい、髪の毛そうサラサラになる。硬水も軟水もよくわからず飲んでます。硬水を飲むとお肌とかにいいって、ダイエットとかにもいいっていうのは聞きますね。でも硬水の方がなんか石ができたりするのかな。ドルチェ&ガッパーナのこのその香水のせいだよ。ココタココタ、そう熊野古道の水おいしい、おいしいです。見てみてください。でもスーパーとかに売ってはないんかな、アマゾンで買ったんかな。ところてんって読むのココタ、これってところてんなん、絶対最終振りがなミスってん富士山の流何水、分かんない、富士山の水ってこと、めっちゃいいやん、静岡県、へー、富士山のお水美味しそうですね。確かに伏流水っていうの、分かんないな、すごいね本当。私なんでそんな皆さん知ってるんですか。私がやっぱ海外にいたりとか、あと高校3年生行ってないから、大学生も英語の勉強してたからこんな漢字読めへんのかな。ココちゃんみたいな言い方、え明日も寝不足、え大丈夫、玉ねぎさん寝る、こんばんは、はじめまして、こんばんは、はじめまして、カホセトモヤさんこんばんはです。ココテン、あそういうことか、ココちゃんみたいに言う日本は高度が100ミリグラム未満なら硬水やって、100ミリ以上やったら硬水、あ軟水や、最初の見ながら寝た、おきあいちゃんありがとうございます
めっちゃありがとうね。おやすみおやすみ。やばいやば、疲れてるから寝ないと。来てくれてありがとう。ワールドワイド神枝やって。ワールドワイド神枝です。夜道が終わるまで寝れないでしょう。だってえ、終わるか。めっちゃおやすみ。つりけんさんこんばんは。年目のツアーで富士のロセアシアターにも行きました。え、すごい、いろんなとこ行ってる。どこ、つかさん明日病院なの。羽馬さんこんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。なんか早いね、時間ってほんまに流れるの。急に急にですが早いですね、本当に早い。あいちゃんゆっくりお休みください。最後にもう一回だけあれだな、今のうちにみんなが寝る前にもう一回告知だけしてていいですか。ちょっとお聞きください、皆様、起きてる方、来てくださった方もよかったら告知聞いてもらっていいですか。そう、あと1週間、そうなんですよ、もうちょっとで私お誕生日を迎えるんですけれども、1月10日に大阪でバースデーイベントがあります。バースデーイベントが開催されます。バースデーイベント1部2部まだチケットがありましてですね、まだ来れます。でもって、2部は、リナッチが、釧路リナちゃん、リナッチが、ゲストで遊びに来てくれます。1部も2部もすごい楽しい配信じゃないや、楽しいイベントになる予定ですね、今のこの感じやと。はい、なので皆様もしよかったら、まだ悩んでる方、もしくはチケット持ってるけど1部だけ持ってるけど2部追加してみようかなとか、2部持ってるけど1部追加してみようかなとか、お友達誘って行ってみようかなみたいなとか、大歓迎です。まだもうちょっと来てくれたらめっちゃ嬉しいので、もしよかったらいらしてください、よろしくお願いします。そして7月15日に私も出演していますヤングガンガンさんが発売されます。私今回出演しているのはちょっとだけなんですけれども、 DVD にもちょっと出てますので、もしよかったらゲットしていただいて、ね、せっかくなんでハガキに神枝恵美香がもっと見たいですってこう書いてもらって、でこうハガキ送っていただけると、ひょっとしたらね、お声が届いたら、たくさんの声が届いたらまた呼んでいただけるかもしれませんので、よかったらゲットして送ってください、よろしくお願いします。でもって7月17日は谷川愛理さん、愛理さんのイベント、トークイベントにゲストで出演させていただきます。これはお昼過ぎぐらいかなになってます。2部に出演させていただきます。久しぶりの愛理さんとのイベント、めっちゃ楽しみです。はい、1対1でこう話しながらのイベントって初めてやから超楽しみなので、もしよかったら皆さん、こちらも東京なんですけども渋谷ですね、来てくれると嬉しいです。で、対面お話し会はですね、この後に愛理さんのイベントが終わった後に新宿であります。はい、新宿で対面お話し会があります。こちらもまだまだまだチケットございますので、よかったら1部でも2部でも来ていただけると嬉しいです。でもって、5枚買っていただいたら写真も撮れるので、もしよかったらぜひぜひ来てくれると嬉しいな、お待ちしております。でもって次、7月18日これトークイベントがあります。17日愛理さんのイベントからの対面お話し会のからの、その寝てその次トークイベントです。これは新宿になって、違う、これは渋谷になっております。で、渋谷は、トークイベント、私、レーニャンさん、ココちゃん、ナルさんっていう4人の、すごい元 NMB メンバーなんですけども、4人でトークイベントです。なかなかない、もう二度とないようなメンバーなので、初めてで、ラストのメンバーのイベントになると思う。うん。なので、皆様ぜひいらしてくれると嬉しいです。はい。私の超楽しみなイベントとなっております。どれも来てほしいんですけれども、大阪と東京ありますので、この後にイベントは一応今のところまだ決まってないので、お誕生日嬉しいと思って来ていただけたら嬉しいです。よかったら、もう神枝恵美香週にしてください。よろしくお願いします。はい、
というわけで告知をさせていただきました。ちょっとコメント読むね。みんな眠たいってなってるやん1部2部3部持ってるけど手塚さんありがとうございます。あ、ジンジさんもありがとうございます。石田さんファンレベアップ。まあサンローランのファンでってレフィルがあれば、ね、レフィルがあれば大丈夫レフィルがあれば使えちゃいます。マジでありがとう。ベストリーダーさんほんとすごいね。美意識高いからベストリーダーさんすごい何でも分かってくれはるのすごい本当にマジでおすすめです。でも本当に谷底エリだとごめんなさい谷川です。え、17日は体調壊してサボろうかなだって奥の手奥の手塚。まあ熱中症も流行ってるしコロナも流行ってるし、やっぱちょっとコロナかもしらんかったらやっぱりな休まんとあかんし、あとはアイリちゃんとの一般と対面を買わないとですなって。お玉ねぎさんよ、玉ねぎさんさすが新宿か。だって新宿ひろとかさんこれそう谷の失礼この世にも楽しみだってすごいでしょ。だからこれ全部来ていただいたらね、例えばやけどこの3つのイベントを来ていただいたら、私リナッチ愛理さん、ココちゃんなるさんレイニャンさんも会えるっていう。すごいでしょ。え、なんかやばくない。私もいろんな人に一気に会うから超楽しみなんですけどセットイベントとなっております全部ついてきてくれたら6人に会えるよ本当神枝さんウィーク。そうなの、神枝組かな。だってもはや。さて寝るか、そろそろ寝るか。お好み焼き定食さんだ、こんばんは、お久しぶりです。お久しぶりですよね。やばい、イベント楽しみすぎる。でパシパルさん、ぜひぜひ。パシパルさんすごい言ってたもんね。だって久しぶりですもんね、本当にやばいですね。明日は日中に配信する。明日はここでな考えてる。お昼は無理やねんけど、夕方ぐらい前のお昼に配信できる。なんかこんばんはじゃないけどこんにちはの時間にはできるかも。同窓会じゃなくてもはや握手会絡みで気まずくなる。だってどういうこと、気まずくなります。え、もうならんでしょ、こんな卒業して半端ないよね。愛理ちゃんに当てるからいいか。愛理ちゃんに当てる、そうなんですか。ずかさんお腹空いた。お好み焼き定食さんフォローナイス、ありがとう。お久しぶりです本当。どうぞファンレベアップ。昨日今日は在宅だったけど明日は在宅じゃないから日中されてもちゃんと見れ夜なら見える。あ、了解です、わかりました。一応ちょっと配信できそうな時間分かったら告知またしますね。ならそろそろ55分や、そろそろもうあとちょっとで終わります。3時4時ぐらいにはできると思うねんけどな。明日採血やから食べれ、え、採血って食べれへんの。今日デパートで聞いたらシャープ10って色番号ない。そうなんです、色番号なんです。そうなんですよ、イベント中配信回数増やさんので、生やせる時を増やしたいですね。うん、え、30分ごとに切ったらいいんかな。まず了解です。お、感情が違う。このあとデアデビュー見るんだけど、私このあとストレンジャーシングス見ようと思ってる。最近見てます毎日。玉ねぎさんお疲れスタンプナイス、ありがとうございます。楽しいと時間経つの早いね。ね、ほんと早いね。ありがとうございます皆さん。なんか私あともうちょっとなんかさ、あと1週間で生誕やなみたいな、あと1週間でお誕生日やなみたいな結構言っていただくんですけど、そっかもう27歳終わりなんかみたいな。今日もジムでなんかほんまになんか若く見られますよねみたいな、いろんな人に言われて、でこの間私のこと18歳やと思ったおじちゃんがいるんですけど、なんか
本当は、ま、誰々と同い年ぐらいには見えへんわみたいな、前18歳やと思ってたもん俺みたいな、高校生やと思ってたもんみたいな、やっぱめちゃくちゃ若く見られますよねっていろんな人にその時言われて、ありがとうございますって言いながら、あーもうすぐでも十何歳とかに思われていい年ではなくなるなと、まあ、もう無理か、28なんやけどなと思いながら、5時起きはやばい。あ、そうですそうです、ミルキーさんと一つ違いです。お腹空いたら何か食べます。ひなたかさんお疲れ様、ありがとうございます。キラでもいいけど、やってキラでもいいの、楽しいと時間が読んだ。ゆっくり休んでまたね。うーか、みんなご視聴ありがとうございます。あ、結果がどうなるかで朝抜いてって言われて、朝は私でもあんま食べないんですよね朝。うん、明後日採血と行こうと死んでんです。おー、いっぱい、あずかさん大丈夫大丈夫、チェックしないといかんから、一般人と比べんじゃねえよって言ってあげな。え、誰ってなるやん、私もだいぶ若く見られるわ、いいことよね。みちを初めて劇場で見てから10年以上経ってるってことか、だって震えるね、震える、ブルブルしちゃう、夏やのに震える、熱中症かな。逆に熱中症かな、震えるね。高校生の頃から顔変わってないって言われるのもなんか微妙って、え、白玉さん言われます、そうやって、そうなん。でもなんか子供のなんかね、3歳ぐらいから変わってないって言われるのはなんか面影があるって意味やと思うけど、高校生の頃から変わってない、今が若いのか昔が老けてたのかどっちやってなるよね。私昔は多分、まあ、変わってないとこ もちろんあるけど、なんか おぼこくて、おぼこすぎる、震えるな、震えを止めるためにお酒飲もうって。お酒は水分補給にはならんのよ。ここ、高校の写真見たら自分でもこれ誰ってなる、マジで、みーちゃん見た目も心も若いわよ、だって、そう、全然若いと思ってる自分でも。でもこの行動力についていけるようになったのはあれかも、年齢を重ねたからやと思います。昔からね、高校生ぐらいの頃からオーディションで東京に一人で行くとかやってたので、行動力は昔からあったとは思うんですけど、でもやっぱお金もないしさ、若いとこうなんか何いろいろできないじゃないですか、海外に明日から行くぞとか、まあ、明日は無理やけどできないやんか。でも年齢を重ねることによってそう動けるようにはなったかなと思いますね。頭とここはとあんまり変わらへんけど。やばいやばいやばい。大丈夫、アル中だったらお酒飲むと震えが止まる。なるほど、あ、アル中なのか、違う違う、あ、そっか、おぼこいって方言、おぼこいは若いなんて言ったらいいの、幼い。あ、桜商店さんこんばんは、お久しぶりな気がする、こんばんは。じゃあそろそろ1時になったので、配信終わろうかな。よいしょ。そろそろ配信終わりたいと思います。はい、皆様ありがとうございました。本当にキャメロンかやって。新しい名前ついてる、コウタロウさんファンレベアップ、ありがとうございます。じゃあランキング読みたいと思います。いきます。13位タカさん、12位ラン、あ、ラインが80件たまったタダユキング、11位ウーカメインの箱押しさん、10位、カズオさん、9位ズカさん、8位ヤンチャクレさん、7位ドンさん、6位シンジさん、5位カシモチミツゾウさん、4位ビビ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 オロゲンさん、3位背番号59番さん、2位玉ねぎさん、そして1位は白はやぶささんでした。イエーイ、ありがとうございました。ならまた明日配信するので、もしよかったら来てください。まだ、イベント迷ってる方はよかったらチェックしてね。ツイッターに全部 URL 載ってるので、よかったらツイッターでチェックしてください。よろしくお願いします。買い増しも今ならもう大歓迎やで。
社交努力と AKB2 代目総監督レベルやで、うん、どんな感じありがおう、ありがおう、うん、ありがとう。じゃあね、おやすみ、いい夢見てね、バイバーイ。